はい、皆さんこんにちは。カタリリウムのカタリです。フィリスのアトリエ不思議な旅の錬金術師、続きやっていきたいと思います。ですね、この真ん中があれですね、前回、試験の申し込みする前のデータですね。だからこれを消さないようにちょっと気をつけてないといけないかな。で、今回はですね、予告通り試験をやってみて、ミスってみようかなと思っておりますです。とりあえず持ち物だけはちゃんと持っていきたいかな。回復系がね、なんかちゃんと作ってないせいもあって、いまいちね、あ、これも回復するってコメントいただきましたね。一応持ってみるか。まあ、こんな感じでいいかな。これをなんか他のと変えたいな。ブリッツコア、今日打撃中、こんな感じでいいでしょうか。で、どんなね、あれにするか、試験にするかをちょっと分かんないんですけど、まあとりあえず行きましょうね。試験日まで休むとあるので、これで当日になると思うんですよね。ちょっとドキドキですね。進めてしまって良いですか。はい、おお、ゼロになった。明日はついに試験の日。もし落ちたら二度とお外には出られないんだよね。あ、そっか、外に出れなくなるんだね。やっぱり落ちたら落ちたでムービーとかなんかあるはずだよね。本当に合格できるのかな。考えてたら不安になってきた。ちょっと気分転換に風に当たってこようかな。おお、この辺はね、2回お見せすることになっちゃうかもしれないですね。ダブルでしょうからね、試験前は。長いぞロード。フィリス、あれ、同じ？もしかして。あれ、イルちゃん、どうしてここに？それはこっちのセリフよ。あなたこそどうしてこんなところに。いや、聞くまでもないか。どうせ試験のことを考えたら眠れなくなったんでしょ。私と同じ。やっぱり同じな。あ、イルちゃんも？そりゃ誰だって不安になるわよ。絶対に試験に受かる保証なんてどこにもないもの。でもあなたはそんなことを言ってられないんじゃないの。もし試験に落ちたらあなたは二度と故郷から出られなくなるんでしょ。そっか、他の人はもう一回ね、来年っていうのがあるけど、フィリスはそれがないんだね。大丈夫よ、きっと。イルちゃん？あなたがたくさん頑張ってきたこと、私はよく知ってる。どんな時でも諦めない強さを持っていることも、
私は知ってる。そんなあなただもの。試験なんてどうってことないに決まってるわ。だから絶対に合格しなさい。これは命令よ。命令そう、命令。命令だから落ちたら絶対に許さないんだから。私はあなたと会えなくなるなんて嫌だからね。それってどういう。そこ聞いちゃダメでしょ。なんでもないほらとにかくそろそろ帰って寝なさい。私もそうするから。試験頑張りましょう。それじゃバイバイ。イルちゃんも不安なのに私のこと励ましてくれたんだ。私もイルちゃんと会えなくなるのは嫌だし、明日の試験絶対に合格しないと。なるほどね。試験の前の晩って緊張しますよね、やっぱね。大丈夫？忘れ物はない？お手洗いには行ってきた？もう平気だって。いくらなんでも心配しすぎだよ。そうよね。フィルスちゃん、エルトナを出た時より随分と立派になったもの。もう私があれこれ言う必要はないわよね。じゃあお姉ちゃんから最後に一つだけ。試験頑張ってね。うん、絶対に合格してくるね。ごめんね、今回は落ちるつもりなんだよね。え、お姉ちゃんアトリエで応援してるからね。それじゃあ行ってらっしゃい。会場にも行かないんだ。行ってきます。よし、緊張はしてるけど落ち着いて。まずは試験会場の庁舎に行かないとね。うわ、すごい当たり前のこと。これでおしまい。庁舎ですね。行きましょう。おお。あ、イルちゃん、おはよう。あれ、そういえばソフィーがいないですね。ソフィーはどうしちゃったんだろう。おはよう、フィリス。あの後よく眠れた？うん、ぐっすり。そういうイルちゃんこそ眠れたの？ふん、舐めないでほしいわね。ぐっすり眠りすぎて危なく寝坊しそうになったわ。それ自信たっぷりに言うことなの？もし遅刻したらフィリスのせいにしてるところだったわね。ま、これだけ眠れば試験中に寝ちゃう心配はないでしょ。ねえ、イルちゃん。ねえ、フィリス。なんだ。会場まで一緒に行かない？でもすぐそこじゃん。あ、ちょっと、同じこと言わないでよ。それはこっちのセリフよ。まったくもう。遅刻したらまずいし、そろそろ行こっか。うん、そうね。じゃあ出発。もうすっかりなんか親友のようになってしまいましたね。じゃあ最後、そーら、紙だ。リアネ、似顔絵描いてあげよっか。やっぱ長いですね。来ましたわね、フィリスにイルメリア。はい、今日はよろしくお願いします。私もよろしくお願いします。そんなにかしこまらなくても大丈夫よ。試験に私の心象は関係ないもの。すべては知識と腕次第。自分の力を発揮できるよう頑張りなさい。はい、わかりました。自分の力を
そうよね。大丈夫、私なら。さて、これで受験者はあと一人なのだけど。あと一人。やっぱり。ごめんなさい、遅れました。いました。全然出てこないからね、どうしちゃったかなと思ってました。ソフィー先生。あ、フィリスちゃん。いや、参ったよ。プラフタが忘れ物はないかってうるさくて。あ、ほん。あ、すみません。ソフィーの家ミュラーです。ソフィーと。まあ、遅刻ではないのでよしとしましょう。ありがとうございます。本当にすみませんでした。それでは時間になりましたので、本年度の錬金術師公認試験を開始いたしますわ。受験者の方はこちらに整列してくださる？何人ぐらい受けるんですかね。では試験について説明いたしますわね。試験には筆記試験と2つの実技試験がありますの。実技2つなのか。それぞれの得点の合計で合否が決まりますわ。不正行為が発覚した場合は即不合格。試験中に用がある場合、直ちに私に言うこと。それでは1つ目の試験、筆記試験を開始しますわ。わあ、どんな試験ですかね。筆記試験は至って単純。4つの選択肢の中から1つを選ぶ、いわゆる4択問題ですわね。回答には制限時間が設けられておりますわ。え？制限時間内に答えられなかった場合は不正解。もちろんカンニングはダメですわよ。それでは筆記試験開始ですわ。ゲームなのに緊張するわ。おお。次のうちプニにも中和剤にも存在する色を選びなさい。赤だろうかな。赤だけど、ここはここで、あ、時間切れ。うっそ、早っ。フロッケの温泉水の正しいものここだね、きっとね。あー、これ一周するまでなんだ。次のうち耐性魚の生息地と正しくないもの、わかんない。普通ここかな。まあこういうところだろうね、乾いた土地とか。次のうちフラムの材料と適切なものを選びなさい。火炎石かな。合ってますか。合ってますか。いや、これ怖っ。次のうちプニゼリーの材料として適切なもの、わかんねえ。蜂の巣、蜂蜜かな、きっと。次のうち蜂蜜の材料として、蜂の巣だろうね、やっぱね、蜂蜜だからね。次のうちアルゲマイン合板の材料として適切でないもの、これかな。これなんだろう、これ。次の機材の調合の際に使用するもので適切なもの、え、調合の際に使用するもので、あ、釜じゃん。スキル威力プラス順位と15、正しいもの、これじゃん。他にスキルってつくのないもん。次のうち最も調合の難易度が高いもの、わかんねえ。これか、これかな。何もあんの。次のうちプニーに分類されるものを選びなさい。赤プニ、次のうちピュアオイルの材料と適切なもの、植物油かな、きっと。次のうち通常最も長く調合時間が必要なものを選びなさい。わかんねえ。オリフラム、
トーンの採取値として正しいもの、トーンってなんだ、これにしとこう次のうち実在する魔物を選びなさい。青プニじゃないか。次のカテゴリーのうち雪の女王が含まれないカテゴリー。わあ、音楽が変わった。火薬じゃない、違うかな、わからん。次のうちのうち特性に属するものを選びなさい。知らんこれかな。旅人の食家庭料1個調合する際、最低で何種類の、わかるわけねえべー。4、実は食虫植物でもある花はどれか。わからん何もあんの。いちご、日傘、3種類のみを材料に調合できる正しいもの。ピュアオイル、違うか、わかんない。いや、これ結構大変だぞ。筆記試験全く自信ないわ。筆記用具を置いてくださいまし。答案用紙やばい、名前書くの忘れた。名前書くの忘れちゃうとまずいですね。あ、まあどっちみち落ちるつもりなんでいいんですけど。ああ、こら、速攻、それ以上書こうとしない、不正行為になりますわよ。この人言ってんのかな、この人しかいないじゃないかうん、全然ダメだった。次の試験はもっと頑張らないと。あ、これもしかしてセリフ変わるかな。読んで選んでってやると時間的に1問あたりギリギリですね。結構パッパッパッパって感じ。さて、次の試験は実技試験1ですわ。実技試験1は調合の試験になっておりますの。皆さん、材料は持ってきていますわね。材料っていいんだよね。一応最低限の材料は用意してありますわ。大したものはないけれど、お使いになって。試験4人なの？4人しかいないのかな。さっきのなんか始まる前も4人しか映ってなかったですよね。だって説明が途中になってしまいましたわね。これから皆さんには好きな道具を調合していただきます。評価対象になるのは道具の種類とその品質、何を作るかとその出来栄えですわね。もちろん調合には制限時間がありますが、制限時間内に道具が完成するよう気をつけること、それと失敗して会場をすすだらけにしないようにそれでは実技試験1開始ですわ。うわー、また時間があんのか。どれがいいかな。まあ一番どれを使おう。でこれでサブメニュー、サブメニュー並べ替え、品質ってなかったっけ。あ、これこれで本当は上から選ぶんだけど、まあ下からね、下から選んでいきましょう。本番では上から選べばいいかなと思います。あ、中和剤レベル高いのないね。これでいい？職場はっと、よし、始めよう。これはここ、材料をここに、これはここ、もう今回適当に選んで、材料をここに、材料をここに、これでいい？
わあ、結構実感ギリギリですね、やっぱりね。ちょっと微妙かも。どの特性を残そうか。これでいい？何でもいいや。よし、完成！品質40じゃダメだろうな、と多分ね。これも作り慣れてきたかも。あ、レベルっていうか経験値も上がるんですね。品質40はおそらくダメじゃないのかな。まあ今回ダメでいいんですけどね。そこまで。時間に間に合わなかったり失敗した方は諦めなさいな。うわぁ、時間に間に合わないってこれ結構ギリギリ。さっぱり手応えがなかったよ。うー、次で挽回しないと。やっぱりこれセリフ変わりそうですね。さて、公認試験もついに最後の科目。これから行うのは実技試験2ですわ。なぜかプニがいる。実技試験2では錬金術師として戦う力を見せていただくつもりですの。なるほど、そういうことか。知らなかった。すみません。そのプニは一体。プニって喋るんですね。ああ、これから説明するつもりだったのですけど、ちょっと失礼しますわね。てい！どうした？と、このようにこちらの足が痛くなるくらいすっごく頑丈なプニなんですが。本当に痛いの？実技試験2はこのプニを相手にどれだけの衝撃を与えられるかという内容ですわ。なるほどね。杖で殴るもよし、爆弾を使うもよし、強い衝撃を与えられれば方法は何でも構いませんわよ。試験内容の説明は以上。そういうことか。それで一応確認ですわ。要項にも書いておきましたけれど、戦闘の準備は皆さん整えてきていますわよね。まあ一応忘れたおバカさんのために調合する時間は取ってありますの。皆さん今一度持ち物を見直すことをお勧めしますわ。そうなのか、アイテムの調合。オリフラム。あ、これ材料足らないんだ。あ、作れるやつがもう決まってる。なんかまあいいや、これで OK でいきましょう。準備は済んだみたいですわね。それでは実技試験に開始ですわ。これも時間あんの？よし、精一杯頑張るぞ。多分一発勝負なのかな。これが一番強いかなと思うんですけどね、持ってる中ではね。だけど今回は一応負けないといけないと思ってるので、普通に杖で攻撃しちゃいます。あ、一発勝負なんだやっぱり。そこまで。はい、攻撃をおやめなさい。これ以上うちのプニをいじめたら許しませんわよ。もしかして、もしかして蝶々さんのペットでしょうか。さて、これで試験は終了ですわ。結果が出るまでしばらくお待ちくださいな。
おそらく落ちると思うんですよね、今の方法だったら。今回の目的は落ちることです。わ、二人は浮かんだろうな。フィリス、お疲れ様。わ、自信たっぷりじゃん。試験どうだった？あー、ソフィー先生も受かってそうな顔してますね。正直わからないです。思いっきりやったつもりではあるんですけど。ここのセリフは変わらなそうだな。そりゃそうよね。結果が分かってたら試験なんてやる意味ないもの。そうだね。あとはおしゃべりでもしながら結果を待とうか。お、来た。あ、エーデルさん。ひょっとして試験の結果が。ちょっとドキドキですね。では採点結果を発表しますわ。やっぱ4人っぽいな。スコア、筆記試験0点、実技試験6点、ダメージ1ポイント、合計7点。これ10点満点ですよね。まいったね。これ何点満点なんだろう。思ってたよりできてない。これどうだろう。ダメでしょ。引き続き合否の発表に移りますわね。合格者の名前を読み上げていきますわ。うわー、イルメリア・フォン・ライン・ウェバー、ソフィー・ノイエン・ミュラー、2人は合格。以上。あ、落ちた。成功ですね。うわ、悲しい。それでは皆さん、本日はお疲れ様でした。さあ、この後ですね、どういう展開になっていくのか、そのためにやってきました。そんな今まで頑張ってきたのに不合格だなんて、もう一生お外に出られないなんて。フィリスちゃん、おかえりなさい。フィリスちゃん、試験は。もう分かったっぽいね、顔を見て。ダメだった、ダメだったよ。いやね。いいのよ、フィリスちゃん、今までよく頑張ったわね。エルトナに帰りましょう。こうしてフィリスの旅は試験の不合格という形で幕を閉じました。しかし外の世界での経験は確実にフィリスを成長させたようで。あ、錬金はやってるんですね。フィリス、おるかのー。おるかのー、久しぶりじゃのー。どんなご用ですか？うむ、また岩盤にぶち当たってしまったようでの。悪いが、強力な爆弾を作ってもらえるかの。任せてください。とびっきり強力なの作ってみせますから。うむ、頼んだぞ。じゃが今度は地面に大穴が開かぬよう気をつけてもらえると助かるの。注意します。フィリスはエルトナの錬金術師として、今日も町の悩み事を解決し続けています。外への未練がなくなったわけではありませんが、それでもフィリスは充実した毎日を過ごしていました。錬金術との不思議な出会い、それは確実に一人の少女の未来を
変えたのでした。あ、フィン、あ、これで終わりなんですね。クリア情報をセーブします。セーブしてみますか。これはこれで大事だったりして、まあここに1個セーブ余ってる。あ、ニューもできるのか。ニューデータでするか。あぶね。フィリスのアトリエ、不思議な旅の錬金術師。はい、この画面ですね。いつもスタートするんですけど、実はフィリスちゃん喋っておりました。あ、これか。 C ってついてる。これちょっと始めてみますか。どっから始まるんだろう。引き継げるもの。あ、お金。おお。あ、衣装を変える解放しないと衣装は着替えできないんだね。初めからのプレイなんだ。エリタナの序盤スキップしますか。はい。セーブできないからね、最初ね。おかえりなさい。ずいぶんと遅かったようですが。あはは、実はいろいろあって、ね、どっからだこれ。どっからだ。なるほど、事情は分かりました。もうソフィーと会ってるからだいぶ進んでますね。はい、それで、私お家に帰りづらくて。ああ、お母さんと喧嘩したとこですね。どうしよっか。ここで寝泊まりすればよいのでは。幸いここは広いですし。あ、確かに。フィリスちゃんはどう？ソフィーさんたちがよければぜひ。じゃあ決まり。今日は疲れただろうから、また明日から頑張ろうね。ええ、今日はゆっくりお休みなさい。ベッドはこちらを。よーし。あれ、これどこまで進めたいかな。ちょっと飛ばしますね。お、そ、じゃ、多分これだと終わりに終われないので。ひらめいた。ひらめきました。新しい道具作れるようになったよ。あ、金庫この時点で作れたんだ。はい、ということでですね、今回は、試験に不合格した場合でした。いかがでしたでしょうか。いやー、試験、まあ次回ね、本番でちゃんとやっていこうと思うんですけど、結構むずいわ。ちょっと持ち物をもうちょっと考えた方がいいかなっていうのをちょっと思ってます。なかなかむずいですね。ということで、この辺で終わりにしたいと思います。時間頑張ろう頑張ろう。試験本当の意味で頑張りましょう。合格しなきゃいけないからね。次回また落ちちゃったら同じやつをお見せすることになっちゃうので、できるかな合格。そっちの方が自信ないんですけどね。はい、それでは最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。